5番目かと思います。プログラミングについて紹介したいと思います。プログラミングは数式のプログラムというところにあるたったこんだけのものであります。この二重線がプログラムの領域。あとは矢印で代入。それから if と else という制御。ということで、たったこんだけなので、割と簡単に始めることができます。で、ここに周期関数を生成するプログラムというのが、チュートリアルのプログラムのところにありました。こんな感じです。X の値が0から1までは1で、そうでなかったらマイナス1を繰り返せということで、ここにイコールがあるかないかによって、この最初と最後はちょっと変化しますけども、こんな感じで方形派が作れます。これに対して、グリッドを作るための、これもプログラムといえばプログラムです。ここにあります。ここに、数のプロたちが作った一行だけのプログラムが if 文で作ってありますので、それを利用しております。で、これ X 軸と Y 軸で、どっからどこまでどんだけ刻み、どっからどこまでどんだけ刻みという形であります。で、これはそれを合わせて、グラフ化するものでありますけども、1から10までと言っているのに、0から2しかないと。マイナス1から1なのに、マイナス5から5になったというふうに、おかしいなと思った人が多いと思います。実はこういうふうなグラフで、本当はできています。で、このグラフの軸の数値とかメモリ、式の部分を消して、かつ、グラフのプロットの範囲を、用紙の色から透明にしてあります。そうすると透けて見えるので、こんな感じになります。で、こいつを、これは実は上に重ね取るわけです。すなわち、これをクリックしてみて、こういうふうに動かすができると。ということで、グラフというのは面白いので、こういうふうにして重ねてやって、軸が完全に重なるように大きさを調整してやると、もう完全に、2枚目のグラフが1枚目と重なって見えるので、綺麗なグラフになることができます。例としては、ここにプラスのデカがあって、ここに絶縁球があって、どういう導電線ができるかというのを計算したのがこれになりますけども、これの場合も、外側のこの赤丸と絶縁球とグリッドの部分は別のグラフです。それをここのグラフに重ねていることによって、全部が含まれたような形でグラフにしています。これもそれを立体表示したもので、グランド面と電位の関係を表したものであります。こうやって見てみると、確かに、ここのところに導電位となってる、球体がありそうな雰囲気が、なんとなくわかります。絶縁球電極と。それではもう少しプログラムのことをやっていきたいと思います。こんな形で方形派を作りました。プログラムの例題として、フーリエ解析が紹介してあります。これはフーリエ解析をするためのプログラムです。これにちょっと、この中への引数として3つあるよと。F というのは、さっきのこの方形派の関数のことです。それから N というのは、大何項調まで計算するかというようなことに関係してます。L というのは周期に関係してます。ということで、たったこんだけでフーリエ級数の計算と、
そのフーリエ休数を用いた波形の合成ができます。で、A と B というフーリエ休数のコサインの項とサインの項をさっきのこのプログラムで計算すると、こんな感じでずっと全部で50個計算しています。基本は7から第50項長方まで計算すると。で、各々の中にはこうやって数値が入っています。で、それを使って、第50項長方までで、方形波に戻せてやると、この方形波だったやつが赤のように戻ります。ここで、グローバル。こいつですね。グローバル定義というのを使っています。これのすごいところは、NT を、遡って50にしてますので、普通はマスクで上から順番やってこないかんだけども、後から50にすることができます。だからこれもし5にしてやると、第5項長方までの成分でできた方形波を作ると。1、2、3、4、5と。もしこれを3とすれば、第1、2、3ということで、第3項長方までの方形波。30とすれば、第30項長方までの方形波というふうに簡単にできます。今の作戦で 50Hz の方形波を作ってみました。まあ 50Hz なんで 0.02 秒で1波形という形であります。で、全く同じプログラムを使って計算すると第50項長方までの方形波が作られます。さらに、ここは、0から1までは1で、マイナス1から0まではサインと。サインだけどもマイナスつけとるので、方形波と正弦波、方形波と正弦波がこうやって交互にあるような波形をこの F として作っています。この場合も全く同じようにして、できています。さっきのグローバルがここでも使われています。ちょっとグローバルをコピーして移動していきたいと思います。ここにおりました。こいつをコントロール X して一旦消してやって、ここに来て、好きなところにペーストしてやると、ここが第30項長方まででできているはずです。ちょっと30で分かるので3に減らしてみましょう。1、2、3。で、合ってますね。第3項長方までだとこんだけとあると。第10項長方までを重ね合わせると、方形波と正弦波の雰囲気がちょっと出てきました。まあ、第100項長方までやってやれば、ほぼ完璧に、方形波と正弦波の全波整流波形が作られることになります。これはマスケドのユーザーフォーラムにあった、ノコギリ波の作り方で、これが正しい書き方です。0から周期までは y イコール x でこういうこと。で周期は 2π、ちょうど正弦波の 2π ラジアンであります。でだからここも 2π というんで、これを繰り返すということで、たったこんだけで繰り返すことができます。で、それの第10項長方まででやると、こういうふうにちゃんと解けております。さっきのやつはコントロール V して2回目だと1回目の方を優先するので、こうやって
赤のエラーといいますか、注意が出てくるみたいです。それではこの上の方の1回目のやつを消してやると、こっちが生きとるので、今は第三重構造まででやっていると。したがってこれを第100工程まででやるともっときれいにノコギリ刃をクーリエキュースで作れると。これがプログラミングのすごさであります。はい、では終わります。